マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはついつい夜更かしして小腹が空いてね、食べちゃったで自己嫌悪なんてことないですか？そこでこの動画では寝る前に食べても良いダイエット食がわかるんです。もしあなたが寝る前にお腹が空いてどうしても食べたい、でも太りたくないとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。寝る前に食べて痩せるダイエット食お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ寝る前に食べると痩せるんでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目です、寝る前に食べると痩せるダイエット食とは何でしょうか、具体的なレシピと注意点お伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ寝る前に食べると痩せることができるんでしょうか、そのダイエット効果ポイント3つあります。まず1つ目です、腸内環境が整うものだからなんですね。もうすごく大事ですよね。もう私はもう腸活ダイエットアカデミー主催しているぐらいですから、もう腸活大好きなんですね。もうこれがね、もう本当に全てと言っていいほど腸を整えるってもう人生変わるんですよ。で例えばね、健康にもなりますが、ここではまあダイエットですからね、そのお話なんですけれども、結局痩せたければ腸内環境がすごく大事。なぜかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがいてくれるからこそ痩せることができるわけです。その逆、デブ菌と呼ばれるね、悪玉菌がたくさん住み着いてる方っていうのは、いくらその時ちょっと痩せたとしても、その先に待ってるのはもう必ずリバウンドなんです。もうこれ私経験済みです。なのでもったいない、せっかくダイエットするんであればもう卒業したいって思いませんか？その時に大事なのは、いかにあなたが腸内環境をね、整えてあげることができたかどうかにかかっています。その時に例えばこのテーマでもありますけれども、夜どうしてもお腹空いて何か食べたいと思った時に、こうついついつまむものが間違えると悪玉菌が増えるわけです。もう悪循環で、そこでしっかりとですね、今回お伝えするこの食べ物を食べると腸内環境の中のね、痩せ菌たちを増やすことができますから、ぜひ楽しみにご覧くださいね。ではポイント2つ目です。血糖値を安定させる効果があるからなんですね。例えばですね、夜な夜な夜更かしをしてしまった時に、わお腹空いたっていう時は、まあ大体低血糖になってる可能性が高いですよね。で人はやっぱりね、血糖値が低すぎるまんまだと寝つけないんですよ。これすごく良くないですよね。寝れないっていうことは太りますから、これ悪循環なんですね。だったらその低血糖になってしまった状態をいかに安定をその作るかどうかですよね。そういった状態を作ってあげれるかどうかが、結果睡眠の質が良くなって痩せることができるので、このね、血糖値のコントロールってめちゃくちゃダイエットにはポイントになってくるんですね。そして3つ目、睡眠の質が良くなるからです。今回のこの食べ物ですね、材料は睡眠の質を上げてくれる効果があるんです。そのなぜ上がるかというお話を次にお伝えしますね。はい、その睡眠の質を上げるための必要なホルモンってあるんですよね。それはセロトニンといって、別名幸せホルモンと呼ばれるものです。心の安定剤ですよね。ここが作れてない方っていうのはもうどうしてもね、太ります。なぜかというと、心の安定感を失う、まあ、要はこのセロトニンが分泌されない方っていうのはですね、欠乏すると過食依存症になりやすいからなんですね。結局このセロトニンがあることで、あなたの食欲をコントロール、安定をまあ保ってくれているものがなくなるわけですから、もうどんどんね、やめられない、止まらないって、もうなんでこんなに食べちゃうのってないですか？もしかしたらそれはあなたのですね、あのお体の中でこのセロトニンがうまく作れていないからかもしれないんですよ。ですからね、ご自分を責めなくてもいいんですよ。なんでこんなに自分はダメなんだろうって、なんでこんなね、太るって分かってるのに夜な夜なおやつを食べてしまうんだろうとか、チョコとかカキピーとかね、ポテチとか、なんでってね、自分を責めなくてもいいです。大丈夫。なぜかというと、あなたが悪いんじゃなくって、あなたの腸が整えばね、しっかりこのセロトニンって作れるようになります。だってね、このセロトニンって腸でほとんど作られてるんですよ。めちゃくちゃ大事です。
イコール腸が汚れてる方っていうのはこのセロトニンがうまく作れないからやっぱりね過食に走ってしまうっていうその負のスパイラルへと陥ってしまいますから、もうここでねその負のスパイラルを断ち切っていきましょう。ではここから2つ目の項目です。寝る前に食べると痩せるダイエット食おすすめのレシピと食べ方注意点お伝えしていきますね。まず今回はねもう簡単、なんと材料たったの2つだけでできちゃいます。だってもうね夜寝るのにわざわざ作りますか、大変なものもう絶対無理ですよね。私も嫌です。なので私がね大好きなレシピっていうのは美味しくて簡単でダイエット効果があるもの、もうこの3つ揃っています。でね今回の材料2つ目を何を使うかって言いますと、無糖の無添加のね追い越すヨーグルトを使っていきます。ヨーグルトいろんなものたくさんありますよね。もうどれ選んだらいいのってぐらいいろんな種類のヨーグルトあると思うんですが、ここでなぜこの無糖の追い越すヨーグルトを選ぶかと言いますと、ダイエット効果が高いからなんです。まずは普通のね同じ量のヨーグルトと比較しますとタンパク質量がね3倍も入ってます。なのですごく栄養価が高いわけですよね。コスパもいい。だってヨーグルト3つ食べるよりも追い越す1個食べた方がいいと思いませんか。そして次に腸内環境を整う材料が入っているからですよね。やっぱりもう代表的なビフィズス菌とかね、まあ、そういったものです。そして何といっても発酵食品です。痩せるためには必ず毎食発酵食品を食べましょうって私お伝えしてますよね。納豆とかキムチとかぬか漬けとか、まあ、ヨーグルトもしっかりです。チーズとかやっぱり発酵してる食品っていうのが痩せ菌がたくさん含まれているものになるからなんですね。最後にこの無糖オイコスはですねなんと脂質ゼロの低カロリーヨーグルトなんですね。なので夜食べても安心ですよね。そしてもう一つ使うのは蜂蜜です。でこの蜂蜜をなぜ使うかと言いますと、先ほど一つ目の項目でお伝えしました血糖値の安定を図るために大活躍してくれるからなんです。やはり低血糖のままだと寝つけない、夜なんかも目が覚めちゃうってあるんですよね。その時に蜂蜜を召し上がっていただくと蜂蜜がこれまたいい仕事をねしてくれるわけです。あなたの血糖値のそのバランスをね安定させてくれる力があるんですよね。でしかもたくさん、食べなければねカロリーオーバーになりませんし、なんといってもダイエット効果が高いのが蜂蜜。脂肪燃焼効果があったり腸内環境を整えてくれるオリゴ糖も入ってます。またねポリフェノールが含まれていますから、これまたここがね脂肪燃焼効果をアップさせてくれるんですよ。そしてなんといっても栄養価が高いです。やっぱりね栄養不足のままだといつまでたっても痩せることができない。しかも寝てる間に痩せるためのホルモンって作ることができるんですよね。その時に栄養不足のまま寝てしまってもダメです。その時にねこの蜂蜜の栄養価を使ってしっかりと質のいい睡眠をとっていきましょう。ではここからレシピと注意点お伝えして終わっていきます。まず材料は1人分無糖追い越すヨーグルトを1つと蜂蜜大さじ1ですね。でこの追い越すヨーグルトに蜂蜜を入れたら軽くですね人肌程度なるぐらいレンチンで温めてください。これがね冷蔵庫から取り出したキンキンに冷えたヨーグルトを食べちゃうとお腹が冷えます。腸がね嫌いなんです冷たいものは。だからせめて常温かちょっと温かいものにしてから召し上がってください。でここで加熱しすぎてしまうとせっかくのねあの菌たちが死滅してしまいますから、軽くです、人肌程度で OK ですから、お腹が冷えない程度の温度で調節してみてくださいね。でこれねまためちゃくちゃ美味しいんですよ。もうなんかねクリーム食べてるみたいな美味しさでもうハマってます私。でも1個までですよ皆さん、もしかも半分でもいいかも。もうギリギリ寝る方はねもう大体寝る1時間前までには食べ終わっていただきたいなって思うんですけども、直前食べようと思ったらさすがにねちょっと負担かけちゃうかもしれませんが、もう半分の量をする何かに分けて召し上がるのもいいかもしれません。ついついねわっ美味しいと思ってねペロリと2個ぐらいいけちゃう美味しさなので、そこの食べる量は気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、どうしても夜お腹が空いてしまって何か食べたいと思った時のおすすめの食べ物は、腸内環境が整って睡眠の質を上げてくれる材料を使ったものでしたね。
今回は無糖のオイコスヨーグルトと天然の蜂蜜を使ったレシピでした。ぜひあなたのペースで美味しく召し上がりながら、綺麗に健康的に痩せていきましょう。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。